アップデートでバンドリューっていうのが追加されたんで、ちょっと実際に作ってみようかなと思いますが、糸と革でクラフトできるものみたいですね。で、まあちょっと特徴としては、これどう入れるんだろうな。混在したアイテムのスタックを保持できます。おう。ああ。めっちゃ適当に1スタック分入れれるってことよね。で、これ開けるときはバンドルから取る。上から取っていくってこと？イとは違う。上から取るの？入れる順番が大事ってこと？はあはあ、下から取れないの？バンドルの中、見れないのかな？フル。一気に取り出せないのかな？やっぱ上から取っていく感じっぽいね。ちょっと癖があるね。あ、そういう感じ。そういう感じか。まあ、そういう感じか。なるほどね。で、このバンドルをさらにシュルカーに入れることができるっぽいんで、だったら、まあ、要はその、まあ、それこそ染料とかさ、ちょっとずつあったらいいだけみたいなものをさ、例えば1個だけあればいいのに、あ、無限の弓を持ってて、で、1本だけあればいいのに、これ1マス分いくじゃん。あ、まあ、これを出しとかんといけないのか。予備とか持ってたとして、2、3本予備とか使わないのに持っていた方がいいなっていうものをまとめて、この中に入れといて、それをシュルカーに入れといてみたいのすれば、だいぶスペース、節約できる感じなのかな。ちょっとじゃあ入れてみようか。問題なく入るね。じゃっけ、バンドルに物を入れて、それをシュルカーに入れて、シュルカーをエンダーチェストに入れてみたいな ふうにやったら、やるようなやつはめっちゃ入るっていうことか。そうですね。あ、じゃっけ、なんか予備の武器とかさ、二軍装備とかさ、そういうのいいんじゃない？二軍装備まさに、あれだね。ここ、二軍のシュルカーだから、こうやって、あ、あれ？これも一個でいけんじゃん。ものによるんだ。これダメなんだ。もともとスタックできないものはダメなのかな？もともとスタックできないものは論外なのかな？これいけるもんね。エンダーチェストもスタックできるよね。スタックできないもの。やっぱそうっぽいな。まあ、じゃないと、そっか。じゃないとめっちゃ入ることになるもんな。やっぱスタックできるものは入るね。で、もともとスタックはできるけど、物自体が違うからスタックできないものをスタックするためのものみたいな感じか。探索や地図面の時などに助かりそう。確かに。そんな感じですか。そう。この辺、二軍装備まとめれたら楽なのになとかと思ったけど、そういうのはできないっぽいね。そうだね。なんかその、旅に出る時に、あ、地図埋めする時とかに、ちょっとずついろんなもん拾っちゃうじゃん。で、それをもうざっくりまとめるときに、で、ここでこういうのいいわな。こういうやつは。めっちゃ入るわな。こんだけばらけてたものが、こうやって入れることによって、一マス分で、で、しかもなんかその、地図面のときとかにさ、例えばこういうの拾ったとして、まあ出さないじゃん。拠点に帰ってくるまで。で、そういう一時的に、なんか、場所を取らないように。
で一応何が入ってるかっていうのは一覧で入れたものの古い方が下の方にで上に行けば行くほど新しいのがあるってことかな。あんまりにも種類が多くなるとプラス23みたいな感じの表示になるっぽいね。少しずつあるものを整理するのに良さそうです。そういうことだね。で、こういうのを、まあ、シルクタッチって、あ、シルクタッチじゃなくてよかったのか。あと夜になってる。そうだな。で、なんかとりあえずまとめときたいな、みたいなものとかにもいいよね。あと、チェストの移動するときとかにもいいんじゃない？まあでも、あれか。同じものが、なんか、いろんな種類のものがちょっとずつあるものを移動するってあんまりないか。状況的に。間違えた。これ抜けれんくなっちゃうんだよな。あ、来た。出すのがめんどくさいよな、でも。こうやって一気にまとめてバサーと出せればいいんだけどな。あ、違う、俺あれだ、色も変えてみたいんだった。ちょっといろんな色のやつを作ってみようか。16個作ろうか。じゃけできなかった。バンドルをバンドルに入れられるの？バンドルは、あ、入ったか。あれ？あ、バンドルの中に、え、なんか変な感じになる。そういう感じになるんだ。バンドルを重ねると、なんかおかしいな。バンドルを重ねると混乱するな。違う、これをこう、これ入ってるよね。あれ、どっち、え？だっけ、バンドルのこの中に、あ、入ってるね。この中にバンドルを入れたい場合、これをこうじゃないんだ。え、これの中にバンドルを入れたい場合、これをこうせんといけんってことかな。これをこうするってことってことか。この中に入れたい場合は、うん、違う、これをこうか。これをこうないな。逆だと思うな。逆だと思うわ。逆に感じるな。これをこう入れたら、この中入りそうだけど、こうやっちゃうと、持ってるものの中にいっぱい入ってる方のバンドルが入るんだ。紛らわ。この中にこれを入れたい場合、これをこうしないといけない。ってことよね。うわ、わかりづらくない？なんかバンドル使うにすると外に飛び出すらしいです。バンドル使うにすると外に飛び出る。使う？あ、こういうこと？あこれ、あ、もう、こ、まあ、この、これはいいね。これはいい仕様だね。あ、こういう感じか。不思議な感じ。
え、でもなんかもういっぱいになるよるよね。あれ中にまたなんか入ってたからかな。バンドル。へえ。あ、じゃあちょっとアーカイブ切り替えて染めてみようか。ちょっとアーカイブ切り替えるわ。染めてみるわ。